鳥取県鳥取市です。橋が崩落するなど大きな被害が出た佐治川近くから安全を確保してお伝えします。台風から一夜明け、現在は晴れ、蒸し暑さも感じます。私のすぐ後ろの佐治川のそばには国道があるんですが、道が崩落し基礎がむき出しとなっています。水位は下がったものの、現在も茶色く濁った水が勢いよく流れています。台風7号の影響で鳥取市には昨日大雨特別警報が発表されました。それに伴い鳥取市全域に警戒レベル5の緊急安全確保が出されていました。鳥取佐治町では降り始めから今朝までの降水量が 519.5 ミリと8月の平年降水量のおよそ3倍にあたる記録的な大雨となっています。上流の佐治川ダムではダムの水量がいっぱいになったとして緊急放流も行われました。また鳥取市では各地で土砂崩れなどが起き通行止めが発生。この影響で鳥取市によりますと午前9時の時点で鳥取市の佐治町や鹿野町で合わせておよそ1800人が孤立状態となっています。また消防によりますと孤立している佐治町内で昨日午後7時半ごろ80代の女性が心肺停止の状態で緊急搬送されました。女性はその後死亡が確認されましたが、死亡に至った詳しい経緯は分かっていません。大雨のピークは過ぎたものの、これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあるとして、気象庁は引き続き土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。